はい、チャオ、カ岡です。 今日はですね、世界と日本のですね、金融と経済の動きをですね、えー、リアルタイムでお届けしていきたいなと思っております。で特にね、ツイッター、Twitter、とか、まあ、エイジのですね、えー、そういったメディアの情報からですね、えー、最新のニュースをなるべくですね、えー、私なりにまあ、調約をしながらお届けしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それからですね、今日のテーマはですね、えー、今、原油が非常に上がってますので、もしかしたらですね、えー、大きなリセッションですね、が起こって、さ、え、ら、ー、なる急落が まあ、暴落ですよね。起こる可能性があると。まあ、あの過去のですね、えー、リーマンショックであったりとか、チャイナショックとかですね、えー、場合によってはコロナショックのような、まあ、30%、40%のような大きな下げですよね。これが米国株に襲いかかるんじゃないかと。僕はね、えー、そのリスクもあると思っているんですよね。なぜかというと、まあ、この後話しますけども、これまで過去に人類が経験したことがないような近代戦が欧州の真ん中で行われていますよね。この その戦後においてですよ。第二次世界大戦第二次世界大戦を除いてですね。つまり我々が知っている新しい金融資本のそういったですねえ、市場ができてから初めての大混乱なわけですね。私たちはそれを経験したことが第二次世界大戦以降ないので、もう何が起こるかわからないと。リーマンショック。 も同じですよねああいった、えー、いわゆるね、ジャンク債が、えー、世界中にばらまかれてね、次元爆弾のように爆発をしていくと。あれがリーマンショックの正体ですけども、えー、ね、まあ、どちらかというと、まあね、サブプライムローンショックですけども、その後ね、世界最大の、まあ、リーマンが破綻をするっていう二度のショックによって大きく暴落したんですけども、あれもやっぱ先行きは読めないですよね。なのでリスクが非常に不鮮明になって、我々は恐怖心と迷いから、 え、まあ、暴落を起こしたと。まあ、暴落を起こすのは、市場と、あと私たち人間が起こすので、恐怖心とか迷いがですね、それから、まあ、欲望ですよね。これまでの欲望の積み重ねが、まあ、それを引き起こ,起こすっていうことになりますので、今、現状、先行きが非常に不透明ですよね。そして、我々は、経験したことがないような、今、状況に突入をしています。ただ、これほどの原油高になった場合っていうのは、おおよそ、過去の経験上ですよ。 まだこれ以上ね、原油が上がっていくんであれば、まあ、リセッション入り寄せね、スタッフグフレーションになって、株価を押し下げるっていう傾向が強いっていうことが分かっています。なので、そのあたりをね、警戒しながら、我々は戦略を練っていく必要があるんですけども、まあ、そのね、チャートの動きであったりとか、まあ、米国株の話は一番最後に話すとして、まずはね、それを裏付けるような金融と経済の動きをですね、今日も早口で見ていきたいなと思っております。ただね、今、欧州株もね、今現在、 17時現在だと、ちょっとリバーって言ってね、えー、若干回復傾向にあります。で僕はレギュラーの番組でこの後話しますけども、一旦僕のさやつなぎは理確をしました。ちゃんとあのデータって言いますかね、理確をした表もお見せしながら話しますけども、理確をしています。それはまあ、あの、一度ね、えー、やっぱり空売りの買い戻しが入るんじゃないかなと。まあ、そのタイミングが今かなと思って、一旦、えー、そのさやつなぎ、空売りを外していますけども、おそらく上がったところでもう一度するかもしれないですね。それはちょっと この後のレギュラーの番組にちょっと撮っておきたいなと思います。で、まずはね、金融の経済の動きですけども、アノニマスね。今、なんか急になんか注目を集めてますよね。えー、国営放送ですね。ロシアのですね、ハッキングをして、ウクライナのいわゆるね、戦争をしている映像を流しているということで、まあ、アノニマスね。えー、広角機動隊の笑う男でしたっけあれ 笑う男でしたっけあの、いるんですよ。降格機動隊っていうね。まあ、あの、世界でも評価を受けた、えー、アニメがあるんですけども、そこに出てくるね、えー、まさにハッカーが、えー、その、笑い男かなあ、急に出てこなかったですね。あのー、います。まさにそんな存在ですよね。えー、世の中の不正を正すために、ハッキングをして、えー、それでね、えー、懲らしめるっていう。まあ、アノリマスはね、別に我々の味方でも何でもないんですけども、基本的には、まあ、西側の存在なんでしょうと。 で、ランサムウェアとかをで、必死に、まあ、身代金とかをね、えー、かすめ取ろうとしてるのが、どちらかというとロシア、完全に、あれはロシアですね。あの、ロシアが侵攻したと同時に、我々はロシアを支援、支援するって発言して撤回してるので、あの、あれはね、ちょっと多分ロシアのおそらく一部の情報機関から、おい、それ言っちゃったら、ロシアだってわ、分かっちゃうじゃんって言われたんでしょうね。まあ、そういった流れからも、えー、アノニマスは、えー、西、えー、ランサムウェアを提供してる彼らは、もう、 どちらかとといいうともうロシアっていうのが確定はしていますなのでね僕はあの暗号資産とか仮想通貨やっぱりちょっと否定的なんですよね。なぜかというとロシアを中心にしてあれ、ね、結構出回ってるのであの我々の西側のもしかしたら通貨をまあ下げるまあとしめる場合によっては無力化するために出回ってると捉えることもできるんじゃないかなと思うのでどっかでね、えー、その通貨戦争の中で ああいった仮想通貨とか暗号資産が世の中に対して反旗を翻す可能性もありますよね。もちろんそれ、僕の空想なんでね、えー、空想なんでエンタメ的に聞いてもらいたいんですけども、おまあそういったこともね、えー、十分視野に入れておいた方がいいんじゃないかなと思います。だからといって、別に仮想通貨やめた方がいいとか言ってるわけじゃないですよ。出所が、やっぱり、えー、ロシア中心なのかなと思い始めたっていうだけです。じゃないと、 これほどのね、仮想通貨戦争とか、まあ、通貨基軸戦争もおね、えー、起こらないってことになりますので、まあ、このあたりはね、情報が出次第,出次第ですね、えー、また皆さんにお伝えしていきたいなと思うんですが、で、一方でね、えー、ロシア向けの債券額の多い国って、 で、まあ、ちょっと順位をこの後紹介したいんですが、まあ、焦げつく恐れがある。まあ、ロシアね、デフォルト寸前ですし、まあ、16日から、まあ、えっと、債権の利払いが始まって、そこから30日間の猶予があるってことですけども、そもそもロシアはもうね、払えないので、ルーブルでね、あれ、もう紙くず同然のルーブルで払うって言ってるので、それは、まあ、いわゆるね、えー、皆さんもね、小取引所を契約書も吸いますよね。それと、全く違うじゃないかと。ルール違反じゃないかとね、えー、ことになるので、その時点でもデフォルトになるんじゃないかなと。 一応ニュース上はね、思っています。まあそういった意味では、どのぐらいの国々がね、ロシアに対して債権を持ってるかというと、イタリアが多いんですね。次フランスでオーストリアで米国日本ということで、まあイタリア、フランスなどはね、比較的、まあ債権がロシア向けにね、大きいんですが、まあいろいろ調べてるところによると、ロシアっていうのはね、えー、韓国よりも、いわゆる GDP ですね、低いですよね。なので、それほど 実は世界に対する債権などの金融のダメージを与えないんじゃないかと言われてますよね。どちらかというとやっぱり原油とかのコミュニティの上昇、これは 実際に足りないっていうのと、足りないんじゃないかっていう恐怖ですよね。そこに、あの、ヘッジファンドの欲望が絡まってきてるので、だったらね、買わせでなくて、その先々、先々の先物を買っとこうっていう、もうひっちゃかめっちゃかなわけなんですよね。まあ、これはしょうがない。人類の欲望と恐怖のね、えー、そういったものが金融って世界なので、実際には正常じゃ、正常でも何でもないのでね、えー、そういった意味では、えー、そういったなくな、足りないんじゃないか、 いうその恐れともっと儲かるんじゃないかという欲望が重なり合って原油とかコモディティが上がっているとこっちの方が怖いだけで正直ロシアのデフォルトとかが世界に与える影響というのはまあ全世界のね 0. 数ということのデータが出ているのでまあそれほど恐れる必要はないんじゃないかなと思いますのでおそらくこれは推し進めていくでしょう西側はね。 と思っていますで、またね、えー、中国もね、ね、えー、こういった中国が中国で、それで自分たちのね、えー、その経済圏みたいなのを持っているんですよね。アジアンインフラ投資銀行って言ってね。まあ、それはまあよ、よくあるニュースだと、これ本当かどうかわかんないですよ。僕はなるべくこの番組は中立を保とうとしているので、えー、中国はね、えー、そういった意味合いで、えー どん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 ね、周辺の国々に借金付けにして、で、港湾とかね、そういうところを担保として借り取って、で、ね、世界、まあ、制覇っていうんですかね、えー、経,経済の影響力を高めようとしていると。 まあアメリカもね、実際には世界中にその港湾とか都市をね、一部を借りて、軍隊を置いてるので、それを今から中国がやろうとすると、やっぱり一つ一つ許可を取っていかないといけないんですけども、それは時間かかるし、反対も食らうということで、だったらね、えー、このね、アイバでしたっけあの、読み方ちょっと間違ってたら、ちょっとコメントで教えていただきたいんですけども、アジアインフラ投資銀行を使って、 相手の国を借金付けにして、それで港湾の一部をね、えー、実際に借りてとか切り取って、そこにまあ、えー、軍隊を置いたりとか、まあ軍隊は実際にはそういった名前では置いてないと思いますけども、軍隊が置けるような港湾戦争に作り変えたりとかしてるということになりますが、アメリカがやってることを追いかけてるので、まあそれはね、えー、まあ一つあるとは思います。で、一方でね、そんな相場が、 ロシシアととベラルーシの、えー、取引をを、まあ、的に停止をせるいうこ,となんです、ね、これはおそらく、一つは、えーまあ、焦げつくのが怖いということですね。やっぱり西側よりも、のとは欧米の勢力に比べて、やっぱりまだまだ、えー、金融の、ね、力があるわけじゃない。今後はわかんないですけどね、えー。そういった意味を考えると、焦げついてね、えーまあ、中国そのものの 国力を損なうのが怖いということで勝ちつけを渋ってるんだと思いますね。それからアメリカの制裁が入るのを恐れてるってのもあると思います。やっぱりアメリカはこれ見てると思いますので、何かしらのルール違反とか、えー、制約のそういった規約に反するみたいなところを付く可能性がありますよね。これ複雑なのでなんかそういったねつける要素もあるんですよね。実際にね、まあアメリカはそういった形ではまあなんかその何かしらのあの息詰まりをつけて過去も何度もね付、えー、けてあの。 プレッシャーですよそれはトランプもやってますので結構つけてくるのでまあそういったことをその上げ足を捉えないようにやってるっていう可能性もありますよねまあこの辺りでまあ、えー、ロシアもね、えー、思ったよりもその中国の支援をね、えー、表立っては受けてないっていうふうに見れるんじゃないかなと思います裏側ではもちろんね、えー、シベリア鉄道で物とか物資を運んでる可能性がありますがまあその辺りもね当然 アメリカの軍事衛星でバレバレだと思いますので、やれすぎればね、えー、何かしらの制裁が加わる可能性があります。それを恐れずにやるのか、まあ、一旦ロシアがね、えー、ちょっと危険なので引いておこうと思って引くのかって。これは中国の国家戦略なので、僕の場合は、えー、これ以上ロシアが窮地に立たされた場合は引くと思ってますね。えー、中国はね、100年戦略で見てますので、えー、長期政権ですしね。えー、少なくとも独裁。 政権ですので、共産党によるね、それは良い,い悪い別にしてね。まあそういった意味では、えー、一旦引くことがベストだと思った場合は、えー、引くと思いますね。なので、えーまあ、ウクライナね、あともう少し、まあ、粘れば、えー、もしかしたら活路が見出せる可能性がありますが、 ただね、ウクライナも非常にまあ危険な状態が続いてますので、これはちょっとこの後の動画で、前、まあ、ミリタリー編と言いますかね、軍事編の動画であげたいなと思っております。ちょっと混在してしまうと、ちょっと自分を話でわけわかんなくなるので、この後の別の動画で話します。あとはね、プーチン大統領の悩みとして、ロシアのね、一日の戦費が非常に高いということで、 韓国のね、年間、えー、防衛予算の半分ぐらいを1日で使ってると。まあ、それはないだろうとはちょっと思うんですけど、一応ね、えー、その引用で話してますので、でもまあ、実際には、まあ,あ、気候資産あれだけ投入してね、しかもガソリンもね、えー、タンク1台で、 1>, ね、あの1日の消費量がね、えー、確か車の1年分って言われます,すよね、まあ、それぐらいガソリンを使うことがありますし、当然ね、兵炭といって食料とかね、玉とか、そういったものの維持費もかかりますし、兵員だってただでは働かないですよね、徴用されてるといってもね、それからね、さまざまな、ね、航空機とかミサイルもね、巡航ミサイルも打ち,と打ち込んでるので、あれだってね、数,数億、数十億ですよ。まあ、飛行機なんか一回 一体ね、えー、まあ一機撃ち落とされたらおそらくあの数百万、数百億飛んでると思いますね。なので、継、えー、戦といってね、戦争を、ね、長く続けようと思うとやっぱり費用をどれだけ捻出するかと。 いうところが非常に大事になっていきます。ロシアも結構カツカツなので、えー、そういった意味ではですよ、今ね、えー、世界各国から、まあ、その金融封鎖、そして経済封鎖されているので、結構持たない可能性がありますよね。だから結構時間との勝負、ロシアの方もね、なってると思うので、まあ、この後の動画で話しますが、全力投下をしたんですよね。で100%今、ロシアはね、えー、その周辺か、周辺、国境周辺上にあった、沿いにあった兵力は投下をしています。これは軍事衛星でわかるんですけども、今それがされているという状況になってますが、 かなり、ね、そういった場合は戦費を食うので、まあ、非常にねウクライナとしても、まあ、辛抱どころかなとは思っていますねそれからまあこの、ね、え番組では何度もお伝えしてきたいずれ暗号資産をねえ冒頭でも話した通りおそらくこれはあのー、今のドル通貨を転覆させる狙いもあってのおそらくそういったロシアを中心にした暗号資産とかは結構あるんじゃないかなこれ僕の勝手の空想なので。 エンタメ的に聞いてもらいたいんですけどもなのであの辺のね、えー、そのベラルーシとかカザフスタンとかロシアとかでこういった暗号資産とかね、えー、まあ結構出回ってるんだと思いますさらにねランサムウェアとかもね結構すぐ暗号資産で身代金を要求しますけども、えー、まあそういった意味ではね バイデン大統領が、まあ、この番組ではね、えー、何度もお,お,お伝えしてきましたが、えー、ついにね、暗号資産に対する大統領令に署名をすると、まあ、制裁を加えるということになりますね。で、これはね、おそらく、アメリカが先頭に立ってやってますが、欧州も追随すると思いますね。欧州でもこの議論は上がってるんですね、EU の中でも。で、えー、やっぱり、えー、このね、えー、ロシア、 から経由されるう、様々なね、暗号資産とか、仮想通貨によって、ロシアの制裁が行き届かないんじゃないかと言われてますし、何より制裁を加えたい、えー、ロシアのね、えー、富裕層ですよね。折、えー、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃいましたけども、調べな話しないので、折、えー、り紙なんとかですけどね、えー、そういった富裕層がいるんですけども、彼らもね、仮想通貨暗号資産に、まあ、おそのお金を変えて、えーまあ、なんとかなを逃れようとしてると。 これを止めるためには、もうここに対する制約をするしかないんですよね。で、おそらく僕のあくまで空想なのでエンタメ的に聞いてもらいたいんですけども、戦後何かしらの処理が、この暗号資産と仮想通貨にされると思いますね。やっぱりそれはその我々のね、えー、いわゆるその制約、制限を超えて戦争を長引かせたというふうに、 捉えることができますもちろんいろんな兵器もそうですしえお、お金だって金だってそうじゃないかって言われますけども、やっぱりそのコントロールがしにくいんですよね。で、そのウォール街とか、まあ、イルミナティとかね、えー、ないんですけど、僕はないと思ってるんですけども、まあ、そ,そういったその組織は。ただ、仮にあったとしましょう。金融資本勢力とかね。彼らが一番嫌なのは何かというと、何だと思いますか。自分たちのルールの外で何かが起こることが一番嫌なはずなんですよ。仮にそういった存在があった場合ですよ。 それはそうでしょうね。彼らは自分たちのルールの中でお金を稼いでるのに、それを超えて、ウォール街のルールを超えて、イルミナティのルールを超えて、資本、金融資本のルールを超えたところで何かが始まって、それによって我々が稼ぎ続けられる土壌が侵されるとかね、場合によっては核戦争のようなえ人類そのものが消滅してしまうようなリスクが介在してしまうというのは、彼らにとっては それれは、ね、その自分たたちのルールーが犯されたと判断しますよね相当を制約を強く望んでくると思います。彼らが本当に存在するんだったら、この動きは、この戦後加速化していくでしょうね。今までは放置していたに近いです。なぜかというと、 彼らにもメリットがあったとは僕も思いますよ。それはね、資金逃れとか、今後ね、行われていくだろう、タックスヘイブに対する制約によって、だったらね、暗号資産で逃げ道作ればいいじゃん、みたいなことを考えていたと思いますし、実際そういった考えもあるでしょうと思います。まあ僕がね、そこまでの超富裕層だったらそう思いますよ。まあ、やるかやらないか別にしてでしょう。打ち手の一つとして、ああ、そういうやり方あるなと思うでしょうね。マネーロンダリングとかも含めてね。ただ、それを超えて、 大きなその不確定要素として今存在するんであれば、それは除外した方がいいと考えるはずなんですよね。で、仮に仮説として皆さんが考えるように、そういった金融資本が本当にそういった力を持っているんだったら排除するだろう。 まあ予想がつくっていうことですよね。まあその流れは今後強くなっていくんじゃないかなと思います。まあこれ結構ね、何度もこの動画で上げてるんですけども、だからといって仮想通貨とか暗号資産をやめた方がいいとか、もうオバコンだって言ってるわけじゃないですよ。そのリスクが非常に高いので、リスクを折り込んで想定内に添えた方がいいですよ。あ、そんなことね、想定外で、まあなんて言いますかね、もうその手が、手の打ちようがないよってなってしまうのが一番怖いわけじゃないですか。だからその、 先んじて話せるっていうのはね、ご理解いただけたらなと思っております。あとはね、えー、まあ、その、とにかくロシアに対する制裁が非常に強まっているということで、シンガポールですよね。シンガポールっていうのは世界のね、金融のハブになってます。まあ、航空のハブでもあるんですよ。飛行機のハブですね。えー、航空のハブにもなってます。ここを経由してね。僕もよくね、シンガポールを経由して、えー、世界中にね、一人旅。一人旅好きなんですよお。よくすることがあります。結構ね、僕、包囲取りが好きでね。包囲取りって言って、 あ、神岡さん、法移取りするんですかっていうさは相当のマニアですね。なので、えー、法はね、法移取りをする場合は、えー、遠ければ遠いほどいいんですよ。全く興味ある人ね、ほとんどいないと思うんですけども。で、僕は一度100年に一度の法移がね、吉報が、えー、出たんですよね。それが確かね、えー、こっちのね、えー、東京から見て、えー、西の果ての方だったんですよね。その時は僕はシンガポール経由で、一人でモルディウまで行きましたからね。 モリディブが一番派手だったんですよね、えー。スリランカでもよかったんですけども、ちょっとスリランカ当時ね、紛争って言いますかね、テロが起こっていたので、えー、怖いなってことで、まあ、モリディブに行ったと。一人でですよ。一人で行くってすごくないですか。で、えー、7日間ぐらいね、えー、ずっとモリディブでね、えー、泳いで、えー、まあ、ビーチで、えーね、寝そべって、で、まあ、海外のね、まあ、多分そこ欧米人とかだと思いますけども、話しかけられてね、えー、まあ、あとはずっと一人でなんかこう、 コテージで寝るみたいなことを5日6日ぐらいやりましたね。まあ暇でしょうがなかったですね。早く働きたいっていう。働く願望がものすごく高まりましたね。でね、よくあるね、欧米人が、その浜辺でね、本を読むとかあるじゃないですか。まああんなことはできないので、ね、基本的に絶対に。なぜかというと、浜辺で本を読むと、ちっちゃいこナ砂色の虫がバンバン飛んでくるんですよ。普段見えないんですけど、こう本を開いたときに目立つんですよね。シミのように目立つと。 あんなことはできないってことに気づきましたね。よく映画でね、あのー、海辺で本を読むみたいなシーンがありますけども、まあ難しいですね。持ってってハンモックで揺られて、開いた途端に虫だらけになってやめたりとか、あと、ハエがすごいんですよ。ハエって基本的に白い紙の方にね、寄ってくるんですよね。まあそういうことがあって、まあ、ひたすら泳いだ。でもね、モルディブってのは海がすごい綺麗なので、僕はね、もう3回ぐらいモルディブ行ってるんですけども、まあ、あのスキューバ大グもやるので、まあすごくやっぱパラダイスですよね。まあこの話はまた、 ね、機会があれば、機会ないと思いますけど別の動画であげたいんですけども、まあそういった意味では、シンガポールっていうのは、あの、かなり独,独立した金融シティなんですよね、え、都市なので、それがロシアに対して制裁を加えるというのは、これはかなりフラッグシップなんですよ。多分中国も動揺せると思いますね。 あシンガポールがやるのかってことで、そのぐらいシンガポールも小国なので、あのー、こういった大国が小国に力でねじ伏せて侵略するってことに危機感を持ってるし、嫌だと、もう強烈にアピールしてるんだと思いますね。まあ、それぐらいそのロシアがやっていることはやっぱり良くないということだと思います。ロシアの論理があったとしても、してもですよそれは良くないということをやっぱ世界各国が思ってるってことになると思いますねでロシアはね。 スイフトの代替案ですね。まあ、代わりの手段ですよね。まあ、いろんなオプションをもちろん用意していたと思いますよ。金方位でね、頑張るとか、えー、ね、元と結びついてね、新しい通貨基軸のシステムを作り出すとか、まあ、ルーブルをね、下落したら、まあ、ルーブルをもう紙くずを欧州に押し付けて、えー、自分たちの新しいその、何て言いますかね、その概念で頑張る。 踏ん張るとか、ね、いろいろ考えていたと思うんですけども、まあ、結構ね見てるとダメージでかいですよね、まあ、言うほどやっぱり逃げ道あったとしてもすぐにはいろいろできないってことですよあらゆる国々がね包囲も気築いてしまった以上一国で経済が動いてるわけじゃないのであとはもう残る手としてはねえ戦時の日本のようにもう鎖国ですよねもう自分たちの経済圏で、まあ、自分たちの畑を耕して芋でもね え何でででももいいでしょう米でもね、えー、自分たちで自給自足でやり遂げるともうこれしか残ってないですよね、今、ロシアねもちろん、その中,中,中でも中国は、まあ、物資を運んだりとかね貿易はすると思いますけども、まあ、その中でもね、えー、やっぱりその国力は落ちていくと思いますね。 な、ロシアも早く解決したいと思ってるので、別に僕はもちろん、この後話しますけども、40%がね、大きな、今まあ20%ぐらい下がってるのかな、22%ぐらいまでいってる可能性ありますけども、まあ、40%近くの、まあ、リーマンショック級のね、大きな暴落があってもおかしくないとは思っていますが、これはね、リスク要素がでもシンプルなんですよね。リーマンショックのとかね、えー、サブプライムローンショックのように、 カオスじゃないですよね。あの時は原因が分からない。まあ、分かっていたとしても、複雑すぎて手の打ちようがなかったですよね。えー、まあ、日本の、おいわゆる、その、バブルショックの、バブルの崩壊のような形で、結局、うジャンクになったね。えー、債券を銀行あの、日本のバブルの時は、崩壊の時は、もうどうにかしないとダメだった。だから20年、30年でついたわけですよね。今回のリスクの一つ、一つだけ言えることは、ものすごく、その不確、不確定要素がシンプルなんですよね。ロシアとウクライナの問題ですよね。 ここ今のところですよ。もちろん、あのアメリカの金融の上昇とか、ちょっと今、省いてます。もう、ややこいのでね。ここなんですよね。だから、ここが、あの、急展開で和平交渉をすれば、このリスクは排除されるので、一旦急上昇すると思います。ただ、今のところ、その要素がないので、ということになりますので、いつ起こるかわからないですよ。その寝てる間にねあの、プーチンが気が変わってね、えー、出向いていって、握手してるとかっていうのが、朝起きたらね、 もう写真としてニュースとして上がってる可能性全然ありますので、えー、そういった意味ではね、えー、そこのリスクが排除されたら急展開逆に急上昇するんだってことだけは頭に入れておいた方がいいんじゃないかなと思いますでねただ今のところ、まあ、ロシアもかたくなにね、えー、徹底抗戦だっていう形成をお言ってますよねやっていくとなのでその欧州はねどん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 包囲網を築いてますが、えー、まあそのね、えー、そこに対してついにその原油をねとかガスを 輸出しないぞっていぞとうことを言い,ててますよ、ね、言い始めてますよね。なので、原油がものすごく急上昇。まあ、高騰してるんですよね。これが株安につながってるっていうところが、今回の一番の不確定要素になります。なぜかというと、やっぱり強いインフレなんですけども、悪いインフレですよね。だってす、あの、300ドルとかなってしまったら、もちろんね、車を走らせるのもものすごいコストですし、それによって物流が非常に停滞しますよね。で で、アマゾンから配ら、ね、送られてくる、そういった荷物だって全部物流で行われているので、そういったものも立ち行かなくなりますし、やっぱり私たちのインフレ、インフラが壊されますので、生活のものが悪化すると。悪化するんであれば、物を買ったりとかね、えー、無駄遣いがし,しにくくなるので、結局、人々お金を使わなくなるってことで、まあ、デフレに持っていかれるって言いますかね、えー、悪い経済悪化になっていって、えー、リセッションって言ってね、 経済交代の方に持っていかれる可能性があります。そうなると、物価は高いままだと思います。戦争が起こり続けているので、ね。なので、スタグフレーションって言って、米国株ですね。特に米国株にとって一番最悪なパターンがそのスタグフレーションなんですね。スタグフレーションなんですよ。そうなると、過去の経験上30、30%押し40、40%押しっていうリーマンショックとか、チャイナショックとか、ドットコムバブルの崩壊のような大きな下落がある可能性があるので、 やっぱり気をつけておいた方がいいですし、その場、そういったことが起こった場合は、まあ一旦市場はリセッションという形であの崩壊するでしょうね。もちろんそれを望んでるわけじゃなくて、まあそういった可能性があるということですよね。えもうそこは僕はもう視野に入れてますので、えー、そこが来た場合は、えー、またこのね、チャンネル登録者向けには速報でお届,お届けしていきますが、えー、まあ皆さんもね、えー、気を締めて、 引きを引き締めていいいた方がいいんじゃないいかななと思いますねなので、えー、電気代が2倍になったりとか、電気代だけじゃないですかね、ガス、それから物の価格、物流コスト、すべてが2倍になってくると、やっぱり皆さんね、財布を締めますよね。財布を締めると景気が悪くなると。で、まあ、アメリカはまだリセッション入りしてないんですよね。でも、今後リセッションする可能性、入りする可能性があるので、非常に警戒が必要だと。で、リセッション入りした場合は、した場合は、株価はもっと下がる可能性がありますよね。 まあ、それは FRB の舵取り次第ですけども、結構その打ち手がないんですよね。FRB のそのコントロールでできるのは、バランスシートと金利ですよね。まあ、基本的にはこの二つしかないんですけども、この二つをしたところで、果たして今のね、えー、戦時の状況の中での原油高とか、えー、コモディティの上昇というのは止められるかというと、止められる要素のが、 少ないですよね低いと思いますので、やれることが限られるということになります。そうなるとアメリカと外交ですよね、イランとまあ交渉して、まあ、ある程度国交とかね、えー、その核拡散の防止の、えー、条約をね、急いで結んで、イランに協力をしてもらうとか、まあ、クウェートを口説くとか。 まあ、サウジアラビアはね、今どちらかというと、プーチン寄りになってたりとか、ちょっと中国寄りになってるのを、何かしらのサ、サウジアラビアサウジアラビアの、そういった思いとかね、思惑とか怒りがあると思うので、そこを、まあ、バイデンさんが沈められるんだったら沈めて、えー、原油を放出してもらうとか、そういうことをしてもらうしかないですよね。ただ、バイデンさんのその時に問われるのがリーダーシップですよね。リーダーシップと根回しと、根回しと、本当にその力強い、その、なんて言いますかね、そういうところを動かしていく。 パワーですよね。パワーがあるかどうかということになります。パワーがないと感じられたら舐められるので、やっぱり他国は動かないですよね。だからアメリカもものすごく試練ですし、まあ、バイデンさんが良い悪いいうことじゃなくて、そこが問われてるということになります。例えば今の韓国っていうのは他国を動かせないでしょうね。他の国々はなかなかもう韓国に外言なって動かなくなってます。それはやっぱりその今までやってきたその結果であったりとかリーダーシップとかパワーっていうものが常に北朝鮮を解放する。 とといいうとここに向てててしままっっったのでで周りりがそこを、ねえー、信用できなくなななくく動かるところありますよねバイデンさんにその力があれば今変えられることができますけどもバイデンさんにその力がなければかなりやばい状況になっていく可能性があります、まあ、こういった形でね、えー、今日もね話させていただきますがそうそうあとねルーブルもね、えー、50%安ってことでまあ、だから我々がねその経験したことがないような今状況になっていると経験したことがないようなことっていうのは何が起こるかわからないのでやっぱり常に ね、気をつけて、その気を張っていく必要があるかなと思います。だから僕もね、かなり今ね、えー、強い気を張ってね、まあ、場を作るって、よく社員には場を作れって言いますけどね、えー、こういう時は強く場を作って、えー、何が入ってきても、どんな状況になっても強く両足でね、えー、踏ん張れるようにしておくってことが、えー、大事になってくるんじゃないかなと思います。で、これがね、その今の,あの原油の高の状況ですけども、もっと上がっていますからね、今ね、これちょっと古い、えー、チャートなので、 この辺ま300って言ったらもうこれ抜けちゃうってことですよね、まあ、そのまあ300はないと思いますけどそのロシアのちょっと恫喝脅しなので、まあ、200ぐらいまで行ってしまったらまあリセッションするでしょうで株価ももっとあの暴落するでしょうってことになるので、まあ、そうならないように我々は努力をしてますし国際社会もそのように頑張ってるしウクライナの人々もそうならないように必死に、えー、夜も怖い日々を過ごしながら今戦ってるってことになるんじゃないですか。 なのでね、えー、しっかりと気を張っていかないといけないんですが、最後にね、チャートの方を見ていきたいと思うんですけども、まあ、S&P500 ですね。もう前回安値をね、大きく切り下げたので、ダウントレンドで、えー、二段下げに突入せます。で、二段下げとていうのは一番強いので、それはなぜかというと、何度も話せる通り、追い損とか、えー、セリングクライマックスって言いますけどね、まあ、一回目のセリングクライマックスは来ると思いますが、そろそろ、おいわゆるね、えー、サーキットブレーカーであったりとか、あとはね、投げ売りとか、 え、損切りっていうのがね、ここで発生するので、下げ幅やっぱ強いですよね。えー、なので、もうちょっと下がっていくんじゃないかなと。もちろん、欧州今ね、えー、リバーしてますけども、リバウンドしてますけども、 まだ下がっていってもおかしくないかなと。で、4200円まで入ったので、えー、今ここまで入ってますよね。えー、なので、2度目の、僕の場合はね、買いポジションになったので、まあもしかしたら明日、米国株をもう一度買うかもしれないですね。それはそれでまた皆さんに講示したいと思っています。ただ、えー、つなぎの空売りは、日本株はもう外しました。それもちゃんとね、この後の動画で話したいなと思っております。ナスダックも、下ラクトレンドリーで、まあ、前回安値を切り下げてきているので、まあ12000ポイントぐらいまであると思ってね、 えー、しっかりとお心構えを持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。ここに大きな節目がありますので、ちょっと見切れてますけども、まあこの辺まであっても、おむしろ買い場だと、おチャンスだと、捉えるぐらいになると強い投資家と言っても過言ではないんじゃないかなと思っております。で、先物はね、今のところお上がっています。まあリバーですよね、えー。リバウンドが始まってますので、一旦リバウンドした後わかんないですよ。和平交渉がない限りは、もう一段安あってもおかしくないかなと思ってます。まあ基本的に下ラクトレンドっていうのはこういった形で、 まあごえー、何度かね、えー、こう上下を繰り返しながら下がっていくと。まあ、上昇もそうですけどね。だいたい7波動ぐらいかな、うん5だ。5波動か7波動ぐらいと。 いうのが一般的かなと思いますので、これをうねりというんですね、下落トレンドのうねり、上昇の場合は、えー、上昇トレンドのうねりと考えますけども、まあこのね、小刻みに取っていくっていうことも一つの戦略です。かなりでも上級テクなので、僕の場合はもうね、つなげの刈りを打ったのはリバーが来るだろうと思って打ったっていうことになりますね。まあ次の動画を、ちょっとそこはね、しっかりと解説していきたいと思っております。それでは今日は以上です。高速で。